はいです。おはようございます。いただきます。いただきます。今日は目玉焼きなんだ。珍しいね。最近トースト多かったからな。ごちそうさまでした。さてさてさて、17日目やっていきますか。今日のね、予定としては昼の安子姉ちゃんの部屋に行くのと、2階の3号室で、お墓で、昼間の海岸っていうのを、メインにやっていきたいなと思います。今日食べるアイスはこちら、クッキークリーム。なんかね、セブンイレブンに売ってたからちょっと買ってみたんやけど、まあ僕夏実況って結構ゆるーくやっていこうっていうのをテーマにやってるから、マジでラフな格好でやっていきます。めっちゃ溶けてる。なんで冷凍庫の中入れてたのに。すっごい溶けてんだけど、見てこれ、なんでこんな溶けてんや。いただきます。まあでもね、そんなに物語自体今日進展ないのかなっていうのが印象的で、まあ安子姉ちゃんと静江ちゃんも帰ったから、安子姉ちゃんとの会話の内容もまあなくなったっちゃなくなったし、あと病室の少女もお盆が終わってしまったからもう会えないし、でなんかあんのかな他に。海の中に潜ってまあじゃことかを取りに行けっていうのが多分今日のメインになってくるんやないかなと。おい、ごちそうさまでした。やっていきましょう。2階の、3号室にまずは向かっていこうか。昨日で、しずえちゃんがいなくなったにもかかわらず、ひかりちゃんから、なんか、2階の3号室にあるみたいよって言われてたから、なんかあるんやろな。女湯。まずは3号室からな。言うてもなんもないよな。え？なんかある？ 2 階の3号室。いやでも、朝に行けとか、昼に行けとか、そんなは言われてなかったから、ジェットサイダー38円と書かれてる。これ高いねんな、8円。なんもないよな。いや昨日ね、安子姉ちゃんに鍵返してんけど、まあ、その鍵が置いてあるっていうのを、ただ伝えたかっただけっぽいな、見た感じ。お！よしか姉ちゃん、キュウリ食わしてくれへん？キュウリ食べる？毎日キュウリ食ってんな、よしか姉ちゃん。ありがとう。おいしい。おいしいね。よしか姉ちゃんのキュウリ、めちゃくちゃうまいわ。ほんならまあ、お母さんにもあって、ほんでお昼まで、あれしよっか、虫バトルして。ねえおばちゃん、天花粉ってなんで天花粉っていうの？確か、黄色いカラスウリのことを、天花って言うのよ。昔はカラスウリの根を粉にして使っていたから天花粉。わかった？おう。お母さんマジおばちゃんやけどさ、何でも知ってるよな。雑学に詳しすぎる。びっくりするわ。女湯やけど多分誰も入っとらへんから、この時間って多分ね、サイモン寝とる気がすんねんな。行ってもか。起きてる？ここで珍しい波の音を聞いてると、私の田舎のことを思い出すんだ。それはどこなの？私はオーストラリア人なんだけど、シドニー郊外のマンリという海沿いの町で育ったんだ。どんなところ？ここより人が多くて、でもちょっと似てるところがある。どこが似ているの？やんちゃな子供がいっぱいいるところかな。よくお腹が空いたら海に潜って牡蠣を取って食べたよ。寒い時でもね。え、元気。日本やったらね、そんなそこら辺に落ちてる牡蠣でもさ、密漁になってまうから取れへんけどさ、海外やったらそういうのあんまりないんかな。案外緩かったりするんかもしれへんね。絶対怒られるやんな、日本でそんなことやったら。さあ、最近陽兄ちゃんに、あれ、どうした？珍しいおじさんが働いてる。初めて見てるかも、おじさんが働いてるところ。どうしたん？ねえおじちゃん、なんで大工さん辞めちゃったの？え、ああ、なんでだっけな。あんまり覚えてない。そんなことないやんな。あれ、今日は世話しないね。いつもは元気なおじちゃんが無言や。どうしたんやろ。
腰でも痛めたんかな、大工辞めた原因とかって。なんか理由あるんかもしれへんけど、まあでもあそこにおじさんがいるの初めて見たわ。そのうちわかるでしょう。毎日ちゃんとな、朝顔に水やってな。見てこれ、そろそろ天届くで。ほらもう2階まで行ってんもん。え、朝顔ってこんなに成長すんの？昔育てたことあるけどさ、あんなとこまで行くんやな。どこまで行くんやろね。31日が楽しみすぎる。風鈴の音がいいね。あ、虫捕まえたいけどな。これこいつマジで、おいしょ。いやー強いこいつ。あ、いけんちゃう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 。ノーガッ。あー結構遠くまで行きよんなあいつ。いつか倒す、覚えとけ。ヨニーちゃんとこ行こうぜ。いや違うわ、ヨニーちゃんとこ行ったらあかんや。昼間のヤスコ姉ちゃんとこ行かなあかんから。昼間やもんな、4時までに言うたら行かなあかんからさ。多分この虫バトルした後にヨニーちゃんとこ行ったら間に合うか。一応時間設定のんびりやもんな。虫交換ノートでさ、なんかとんでもないやつこの前出てきておったんよ。これこれこれ、コマカマキリってやつ。これ欲しない。 6.0 匹分の価値なんかおるかな。 6.0 匹分の価値のあるやつ。黒い手輪とか何匹分の価値あるんやろ。200匹分ぐらいの価値ありそう。超トンボとかってリアそうちゃう。どう、え、少な1.1 匹分の価値か。なんかレアそうに見えたけど、そんなことないんやな。なんかおるかな。オニヤンマとかどう。 1.0 匹分の価値か。6匹分の価値言うてもな、最近使っとらへん。こいつでも出しとく。黒いナズマさすがにちょい微妙やな。オニクワガタでも育てていきますか。一回勝たせてあげたない。まず俺が相手ね。ジャックからな、やっていこうな。よいしょ、よし行け。いやーちょっと待って、よし強いな。俺のキングサイズのお肉型でも勝たれへんか。頑張れ。いや、なんかあるはず、なんかあるはず。なんもないと。僕の番か。20章までやっとこっか。平田クワガタ。もう多分相手じゃないね。60ミリ。いや、それ横向かれると。やった、いけるかも。押し出されるからな。勝っちゃった。微妙なラインよね。そっか。青空の稲妻。まあでも、しばらく虫バトルは大丈夫そうちゃう？それよりももっとやりたいことあるよね。例えば、新天地、せっかく行けるようになったから、新エリアでも行きたいし、もう虫バトルしばらく行っか。墓場は霊魂が漂ってるから、他のところより涼しく感じるんだって。いや、山の奥にあるから。お前また嘘ついてるだろう。え？まあでもそういうのって、案外ありそうやんね。お前いい加減にしないと、なんとか大王に舌抜かれちゃうぞ。エンマ大王やね。乗せたらダマスの予言だっけ。エンマ大王やないんか。まあでもあるんやろね。幽霊って幽霊がいいヒント、幽霊って言葉生まれへんわけやからさ、そういう心霊現象とかもあるのかもしれんな。夏の定番。よお兄ちゃんおる。お、おった。別にヨーニーちゃんのところに行け言われたわけじゃないねんな。やねんけど、会いに来た。何かあるかと思って。ねえ、ロケットの打ち上げってやってて怖くないのかな。怖いよ。だって最初は本当にびっくりしたもん。まあ最初は怖いよね。発射の時はほとんど爆弾が爆発するみたいだしね。音もでかそうやな。怖いのになんで打ち上げるの？それはいろいろと考えたり工夫したり、とにかく何かを作っていくのが面白いからだよ。でも最初はなんだかやけくそだったのかもしれないな。なんで？安子姉ちゃんとの関係ってわけじゃないよな。安子姉ちゃんに見てほしくてとかやったらウブで可愛いけどな。やけくそ？そう、いろんな意味でね。なんやろな。じゃあ、安子姉ちゃんとか行こうか。安子姉ちゃんのところと
あと昼間の海岸、多分海岸言うてもさ、なんかあんのかな。誰か、俺船頭さんがおるぐらいやない、言うても。それ以外の人物誰かおるかって言われたら誰おる。でも昼間、あ、昼間の海岸ってさ、あれか、ヨシカさんか。ヨシカさん、ここか。そうだよね、防波堤やないもんな。海岸言うたらヨシカさんか。どっかにいい男でも落っこちてないかしら。ひかりちゃんと同じこと言ってるやん。結婚したらそれなりにいい奥さんになれると思うんだ。本当に？うん、そうだよ。確かに尽くしてくれそうではあるよ。でもお洗濯だけは自分でやってくれる人がいいな。潔癖症なんかな。だって洗濯機って見てると目が回らない。見なきゃいいのにな。そんな理由絶対ちゃうやろ。ヨシカさんとの会話と、昼間やんな今、12時過ぎてんもんな。ほんならまあ、安子姉ちゃんのお部屋行こっか。今船止まってんや。あ、確かになんか、1日に3回、便がある、言ってたもんな。こっから見えるんやね。ヨシカ姉さん。何してんやろな、ほんまにヨシカ姉さん。あの人こそほんまのミステリアスよの。サイモンもそうやけど、ここにいる人たちのこと全然知らんねんな、一緒に住んでんのに。今思えば一緒に住んでんねんな。昼の安子姉ちゃんの部屋行ってみましょうか。そんなら明日、あ、安子姉ちゃんおらんくね。あれ、安子姉ちゃんおらんぞ。ん、上におるとか。いや、そんなこともないな。どこや、ここか。おった、光の家の今。この家、ドアが開いて分かったんだけど、意外に広いんだね。確かにね、ドアなかったらそんなこと思わんやな。我が家の懸案事故、喉に刺さった大きな骨がなくなったらさ、なんだかお姉ちゃんまで骨抜きになっちゃったよ。なんでだろ。夏休みの間だけやんか、安子姉ちゃんいんの。もしかしたら向こうの東京帰った時にお母さんとのお話があるかもしれへんよな。もう一回話しかけようか。私、小さい頃からよく言われてたんだ、お母さんにそっくりな性格だって。将来そうなんのかなっていう不安か。ねえ、今日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。お墓行ったよな。お墓は多分、じゃあ今日は5ね。1、2、3、4、5。いや、今日のノルマ自体は全部終わってる。7、いや、終わってる終わってる。あとやることは特にないよな。昼間の海岸も行った。3番目、夜の民宿の2階。これは楽しみやね。夜の民宿の2階か。最後はこれ、ヨーニーちゃんの家。あ、行った行った行った。よし、今日の予定自体は全部クリアしたから、海潜ろうぜ。なんかね、ジャコとかが出てきた言うとってんか。これまた、あれか、また外すんか。毎日外すやん、変貌。なんでそんなに外すん、ぼっくん。不思議でしゃあないな。行こっか。あ、なぎささんや。剣棒見えへんかった。むしろ渚さんさ、こんな笑顔で剣棒見送ったん。ねえ、お姉さんって最近ここでよく日向ぼっこしてるね。確かにね、うん、だって外の方が気持ちいい風が通るでしょ。それに肌を太陽光に当てると体の抵抗力が増して風邪を引きづらくなるのよ。マジか。そうなんだ。太陽に浴びるのってやっぱ大事なんやな。あと体の抵抗力を増すにはレバーや色の濃い夏野菜からビタミン A を取るのも効果的なんだよ。じゃあこのぼっくんすごい健康的やん。あのお母さんの健康食食べて、昼間はずっと太陽の光浴びて。夏休みといえば、昔わしが一緒に遊んでおった悪童の家にはなぜか暦がなくてな。暦って？カレンダーじゃよ。やつの家は百姓じゃのうて機械の修理をしておった。暦がないので休みが終わっても気づかんのじゃ。
いつまで経っても学校に出てこん。まあ俺もちもカレンダーないけどな。パソコンのさ、あれだけしかないわ。ほならまあ、まあでも今の時代やったらな、スマートフォンもあるし、そんなに困ること自体ないよね。剣棒を探しに行こう。毎日毎日。どこ行ってんあいつ。こっちってさ、言ったら砂浜やんか。だから俺的には、剣棒絶対来おへんと思ってんねんな。さすがに水遊びされてたら、どうしようもないねんけど。ってなってくると、あるとしたらお墓やと思ってんねんけどな。そんなことないんかな。昨日行った時はいい日買ったもんね。剣棒。どこ行ったんあいつマジで。ただここにおらへんってことおかしない？謎すぎる。どこ行ったんやろほんまに。不思議やね。いつか探さなあかんのかな。こっちはだって、なんかワンちゃんが来れるようなところと思えへんねんな、到底。なんかある？だって、クヌギの木しかないもんな。こっから先、あれ？何？あー、クワガタかー。絶対こっちおらんやんな。いや、おらんおらんおらん。いっか、こいつらは多分捕まえとるな。マイナスイオン浴びながらな。しっかり健康も保ちながら。確かにおばちゃんさ、よそ様の、あれやもんな。子供を預かるわけやもんな。海とか山とか、普通行かせたくなくない？何があるかわからんしな。そう考えたら結構寛容やねんね。毎日健康にも気使ってくれて。いや、おらへんわ。ワンちゃん。逃がしてもうた。ごめんな、おじいちゃん、ひかりちゃん、やすこちゃん。俺が、話してしまったばっかりに。でも今日は特に、いつもよりもやることなかったな。まあでもそういう夏休みも悪くないよね。本来夏休みってそういうもんやもんな。やった！おい。ちっちゃなザリガニ。ロケットのバルブも、やったし、妙兄ちゃんの家も行ったし。ほんならまあ、カブトムシでも捕まえに行きましょうか。ほんで夜になったら、民宿の2階ね、何かいいことが、あるらしいからな。ポケットの中いるとこか。ヒアゲハ。諦めて。ハチとか、怖いよな、これ。なんだやろ。家にさ、速攻で帰れますよっていう、救済措置やったりする、もしかして。それやったらそれで結構残酷よの。ビッグサイズや。でも、蝶のビッグサイズ捕まえても、あんまり、びっくりした。上に乗ってんの猫かと思った。石か。昨日塗ったよね。カブトムシのミスしか出てこーへん。オスは多分レアなんやろな。しかも結局さ、ここのおじちゃんともあっとらへんもんな。多分ここに、いるはずやねん。幼兄ちゃんのおじいちゃんが。おじいちゃんか。わからんけど。やのに一回も会ってないっていう。ほんまは山にこもってる言うとったもんな。そのくせ全然見つからへんっていう。ちょっと待って。お虫捕まえたいねんか。そっちやないねん。ここ。来たー！黒いトトンボか。とりあえずバゲットに入れようか。こっちも捕まえた。カラサゲハか。こんなもんかな？他にゲットできるとしたら。ここの景色は最高すぎひん？毎日来たよね、ピクニックしに。夕方、晩ご飯クイズやって、寝ましょうか、寝ましょうかっていうか、夜にしましょうか。ほんで、民宿の2階行って、ひかりちゃんに明日の予定を引いてっていう、ゆるーい17日目。今日、あれちゃう？僕夏、実況やっててさ、一番ゆるい回やなかった？え、ずっとやってたん？朝から。どうしたん？何をやってんの？てん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 。あれかな？俺が、斧持ってったの怒ってんのかな？
あれ斧ないわって思って俺これ持ってったんよね。ピカピカ光る危険な匂いのするやつだ、注意注意ってやつ。ほんまは絶対取ったらあかんでって言われてたやつ。多分これについて怒ってんじゃん。僕謝った方がいいで。取ったん俺やけどさ。しゃあほならあれ行きましょうか、晩ご飯クイズやりましょうか。なんで船頭さんとの会話はどうなったん？待ってんの？船出んの？渚さん。お兄さん、ここの夕日、小さい頃に見たことあるような気がするな。どういうこと？盛岡の方でってこと？わからないけど、なんだか懐かしいのよね。そういうのあるよね。ノスタルジーな気持ちに浸ってる時、なんかこれ見たことあるなみたいな。別に見たことない風景でも。さて久しぶりに晩ご飯クイズやっていきましょうか。なんやこれ、イカとアジ、アジかな、なんかわからんな上のやつで、温泉卵、下もわからへん。え、難しい今日の晩ご飯クイズ。まだ多分1回くらいしか当てとらへん。上にでもタコあるよね。なんやろな、まあいいか、行ってみようぜ。僕くん、今日の晩ご飯は何だと思う？あら汁、海鮮かき揚げ、エビ塩、エビなかったな。海鮮かき揚げでどうや。あら汁ってどうなんやろ。今日の晩ご飯楽しみにしててね。よし、海鮮かき揚げと見た。そんなん作れんの？お母さん普通にすごない？絶対俺そんなん多分一生かかっても作れへん気がするわ。この戦艦ヤマトのプラモデル買える気せえへんねんか。だからさ、普通にガムとかチューチューアイスとか買わへん？カツ食べようぜ、カツ。晩ご飯前に買ったらさ怒らへんかな、お母さん。え、買ったけど、買ったから何みたいなとこある？もしかしてカツ。味はなかなか好きだけど、どこを食べても子供ばっかり。あー、わかる。夜食べようか。吉川さん、ギターも弾いとらへんな。じゃあまあ晩ご飯まで、ゆるーく。ほんまに返せんのかな、この斧。もう、いいんやけど、斧、ちょ、怒られてんねんからさ。いやまあ、俺の斧に対して怒ってんのかわからへんけどさ。絶対それ関係ないけど。え、ずっと焼いてた、吉川さん。吉川さん？だって。マジ？今、5時よ。すごいな。5時間焼いてたんやって。泳ぎもせずに。携帯もさ、ないもんな。結構暇やない？お兄さん。ねえ、ここの山の中に国道作ってるの知ってる？あ、上にあるね。あれ国道なんや。ずっと高速道路やと思ってた。それにしてもあんなに立派な道路ができたら俺の仕事はどうなるんだ。連絡船もしかしたらなくなっちゃうの？確かに上から行けるようになるわけやもんな。そう決まったわけじゃないんだけど。まあ便利ってことはそういうことよね。気がついたら、あ間違えた、海の中入ってもうた。思うわ。なんか昔あった駄菓子屋さんとかがさ、急になくなってたりさ。確かに魚多い気がするわ。言われてみれば。魚がいっぱい出てきたよって言っとったやんか。ここら辺適当にさ、A ボタン押してたら捕まえられへんのかな。そんな、買うことはない？え、でも、めちゃくちゃ増えてない？魚。へぇー。ほんまや。さすが海の声ね。よく知っとるわ。亀、なんとか捕まえられへんかな、うまいこと。ただ、サイダーもさ、7つ集まったから、泳げるようになったで。そのうちよいしょ、よいしょ、頑張れ、石台、石台おる、石台おる。へぇー、石台、ゲット、できへんか、石台、よいしょ、よいしょ。難しいなあ。ゲットしたところでさ、上に持っていく手段ないもんね。で、魚も魚で、結構優雅やねんな。普通人間がさ、近くにおっただけで逃げるやんね。
こいつら分かったのかな。なんか魚って一応3秒しか記憶は持たへんらしいねんか。やのに人間が来たら逃げるってことは、まあでも大きいから逃げてるだけかもしれへんな。サメとかさ、こう本能に刻まれてんのかもしれん。ふっ、それでも俺は諦めない。それでも俺は諦めない。石台、石台、ほい、お、ゲートできた。持って上がろう。うわあ、頑張れ、ボック、頑張れ。ダメか。なんやこれ。全然雰囲気違うね。夜の山と夜の海には入るなみたいなさ、言われてたやんか。多分こういうことなんやろな。いや、さっきの話の続きやけど、ね、昔あったものを使わなくなったりしたら、結構寂しいやんな。船とかもそうやねんけどさ。でもさ、便利なところってそういうもんやんな。例えばさ、今までバスで移動していたものが、自分の家の近くに、なんやろ、駅ができて、その駅を利用して、するようになって、もうバスは使わんくなったみたいなさ、そういうパターンもあるから、便利やけど寂しいよな。昔はこういう移動方法をしとったなみたいな。わかるわ。俺もバス使わんくなったもんな、電車が便利すぎて。飯だぜ。あ、飯だぜになった。あのロケットのヨウくん、ヨウくんはロケットじゃないけどな。お父さんは何をしてる？あ、お父さんのお話出てきた。何をやってるって聞かれても、狼じじいかな。あら、出た。それは昔のことでしょ？今は炭焼きの職人さんなのよ。でもみんな狼じじいって呼んでるぜ。だって狼じじいは狼じじいだよ。もすっごい怖いってことか。狼じじいってことは。いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとう、お母さん。お母さんじゃないけど、もうお母さんに定着してしもうた。17日目ほならまあ、食後のデザートカツ食べようか。うま、うま、うま。食べてるところは見せへんねんな。薄くて小さいけどとっても美味しいや。ごちそうさまでした。カツとか食べたいな、久々に。よし、夜の民宿の2階行こうぜ。なんかあるはず。ここやな。よいしょ。ねえ、サイモン。私のこと取ってよ。テーマは？お任せするわ。じゃあね、シャチに襲われるアザラシ。なんで？被写体がいいって言ってんねんからさ。取ったらいいのにな。でもサイモンらしくて、ちょっと好きよ。シャチってパンダみたいで可愛いと思うんだけど。でもあの柄、私ならもう一色欲しいな。じゃあね、アザラシは真っ白な流氷の上に赤い血を流しながらゆっくりとシャチに食べられていくんだ。なるほど。12月の流氷原には海水が凝っていくキリキリという小さな音と、シャチがアザラシを食べるシャリシャリという音だけが響き渡るのさ。怖。素敵だ。ヨシカさん、そういうとこあるよね、ヨシカさんね。お母さん、天ぷらやなかったよな。ボクくん。何？狼じじいに向かって、狼じじいって言っちゃダメよ。それは、じゃあなんて言うの？もちろんよ。狼おじさんかな。あんまり変わらないと思うよ。いやでもおじさんってさ、言われたら怒らへんよな。じじいはさすがに怒るけど、じいさんやったらまあ許せるくない？多分俺でも許せると思うわ。今日の晩ご飯は海鮮かき揚げにザルうどん、新鮮なアジのお刺身とおじちゃんの好物でまとめてみました。やったー、大正解でした。いただき、久しぶりに正解しましたね。肩叩きしよっか。そういえばあれ忘れとったな、病院のおじいちゃんの肩叩き忘れてたな。10円損した。毎日10円くれんの嬉しいわ。唯一の稼ぎやもんな。シャレ行こうぜ。ひかりちゃんち。まだ安子姉ちゃん、もしかしたら、感傷に浸ってるかもしれへんからな。君は悪くないよ。ちょっとしたすれ違いがあるだけやよって、言ってあげたい。
上とか空いてんの気にならへんこれ。いや、さすがにさ、ひかりちゃんが猫に餌やるのを見届けるだけのスペースとは思えへんねんな。狼じじってすごいんだぜ。ん？昔狼と戦った時、崖から放り投げて殺しちゃったんだ。あ、そういうこと。この後、食べちゃったんだぜ。ほー、ハンマユージローやん、もはや。あ、芝居って食すみたいな。今の話言わないでね。狼じじってそういうところから来てるんや。なんか怖いから狼じじいなんやと思ってたけど、ほんまに狼倒しとってんな。今日もクラシックが流れてるね。こんばんは。やすこちゃん、今日は向こうにおるんや。また相撲見とるわ。3123ね。7ある。これ多分ヨーリーちゃんの家ちゃん。民宿2階の3号室。え、これほんまに謎や。なんで民宿2階の3号室行かなあかんやろ。別に行かんくてもええやんな。3番、海の中。この海の中っていうのもなんなんやろ。宝物でもあるのかな。明日ちょい探索していこっか、海の中。なんか結構ね、いや2日間ぐらい言われてるから、ほんまになんかあんのかもしれん。夕方の海の家。これはあれやね。ヨシカ姉ちゃんやね。ヨシカ姉ちゃんか、なぎささんのお話のどっちかやな。あ、やっぱヨシカさんか。最後、6番目。何？海で魚釣り。オッケー、ありがとう。海で魚釣りと、海の中、海がメインやな明日も。ねえおじいちゃん、男の子の孫も欲しいって言ってたでしょ。まあ贅沢な悩みじゃがな。僕さ、おじいちゃんの孫になってもいいよ。え？それはどういう意味じゃ。でも僕にはもうおじいちゃんが2人もいるから、3番目だけどいいかな。3番目だけの孫。まあそれは何番目でも嬉しいことじゃの。3番目のおじいちゃん。ついでにやすこちゃんともお話しして。違う、毎日でも同じ曲流したやんな。そういえば今年はもう終わっちゃったけど、診療所のところ桜川の周りにホタルがたくさんいるんだよ。ああ、もうホタルの時期も終わってもうたもんな。ホタルの時期ってでもこんなさ、8月中旬までにおんねんな。俺なんか6月のさ前半から中旬までしかおらんと思ってたけど。そのホタルをこの部屋の中に話したことがあるんだよね。まあ超綺麗そう。もう気絶しそうになるくらい綺麗なんだから。朝とかどうすんやろ、そういうのって。あんな朝どうすんやろな。割と死んでるみたいなさことにならへんのかな。謎やね。よし、帰りますか家に。大体の今日のスケジュール自体はこなしたけど、でもついにね、新しい新ストーリー、狼ジジイに会えるようになったから、その狼ジジイに会いながらもゆるりとやっていけたらなと。どんな人なんやろ、全然予想できへんな。なんか上が開いてると落ち着くね。誰かがいるっていう安心感。海の中潜れっていうのはさ、これなんかな、このジェットサイダーの瓶を集めていこうぜっていうのか、それとも何か特別なやつがあるのか。でもヨーニーちゃんのバルブも拾ったし、そんなに言ってもあとやることってなんかあんのかな。すげえ、蹴ってつけたでこのボックン。まあまあすごない。しかも流れへんのかい。今は多分竹下しげるも外おるからおらんよね。いやそれにしてもさ、このおじさんやんな。ちょっともう今お父さんって呼べへんわ、怖いから。え、そういうとこない？おじさん、昼間のおじさんちょっと怖かったもんな。てん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 つってバタンヒューしとんもんな。おしろいの匂いがする。おばあちゃんの兄弟か、兄弟。最近ずっと夜更かししとったからな。寝るか。今日は何にもない素敵な一日でしたが、まあたまにはこういう日もあるんじゃないかなといったところで、明日から多分狼じいさんに会うのと、海の中に潜るのと、夕方の海の家、これをメインにやっていきましょう。寝ます。
絵日記。昆虫採集セットはもう夏休み終盤あたりでいいよね。それ以外多分大丈夫やと思うねんけどな。ねえ、もうちょっとしずえちゃんとお話ししたかったな。話せばよかった。じゃあ寝ます。新しい命がどんと増え、いきなり賑やか海の中。こんにちは魚の赤ちゃん。明日はこいつらを捕まえていきましょう。おやすみなさーい。